グランパンパスです。これはなかなかのね、ニュースでございましたね。8月2日に菅原莉子さんがクックパッドライブというところでご飯を作るそうです。みったんの憧れカレーご飯と題して、将来もしも恋人ができたら作ってみたい料理に挑戦します、お楽しみにということで、これはですね、もしかしたら山口真帆さんがね、もう気が気じゃないか、気が気じゃないかもしれない。私もちょっと気が気がない気が気じゃないんで、もう噛みまくりですよ。2回噛み上がった。今も甘噛みした。皆さんにご報告があります。8月2日19時からクックパッドライブさんのライブ配信に出演させていただきます。ぜひたくさんの方に見ていただきたいです。クックパッドライブアプリをダウンロードしてねということでね、これはですね、見なきゃいけませんよね。ダウンロードしてねっていうことだから、アプリなのか。で、菅原莉子さんのコメント、本当にありがとうございます、とっても嬉しいです、楽しくお料理ができるように頑張りますということで、新潟フレンドを見た時にイカを裂く、イカ裂きのスキルがなぜかあるっていう不思議な子でございますよね。でも彼氏に作るものとしていきなり目の前にイカを裂かれたら、なんだろうな、結構困るなと、反応に困るなっていうのもあるんで、イカ裂きをやらないのかな。でもぜひイカ裂きをやってほしいなっていう。そういえば長谷川玲奈さんのところの表示は長谷川玲奈ね、ポンって書いてますね。もうポンちゃんって呼んだ方がいいのかな。山田まりなさんもポンって呼んでたから、玲奈ポンよりはポンの方がいいのかな。まあでも玲奈ポンでもいいよね。よくなかったら私もポンって呼びますけども、ポンちゃん。ちなみにチョコミントアイスを食べているのもありますね。女子はチョコミント好きですよね。チョコミント私は苦手です。なんかこの辺ってね、男子と女子でやっぱ違うんすよね。周りでもね、女子はチョコミント好きな人多いけど、私も含め男は苦手な人多いっすよね。この辺って不思議ですよね。長谷川玲奈さんと菅原莉子さんがね、やり取りをしてますね。ずっと前に何回も玲奈の作ってくれたお料理を食べて、お口の中がとってもハッピーで美味しかったよ、本当にありがとう、またお弁当を作ってあげるよ、莉子の笑顔が見れて私はハッピーだったよ、お弁当をやったやったやった、莉子も玲奈が大人びててびっくりしちゃったよと。その時のね、3人で山口真帆さんも含めて会った時の話ですね。おそらくこの時に山口真帆さんにこのことも話をしたんでしょう。その時にもしかしたら、この彼氏に作るんだったらというご飯の話を山口真帆さんに言って、それで、ね、山口真帆さんもきっと気が気じゃなかったかもしれませんね。なんつってね、もう剣王のトレーニングをサボって抜け出したりしなきゃいいですけど、まあそんなことは絶対しないですけどもね。ギャグでそういうコントをやってもらってね、それで唐沢俊明さんに探しに来てもらうとか、そういうコントをね、やってくれないかな。まあ剣王はそういうことをやる事務所じゃないですよね。とりあえず菅原莉子さんの、はい、仕事がね、決まったようで、クックパッドライブ、そもそもクックパッドライブアプリってのが何なのかちょっと分かってないんですよね。先に調べとけって話だけど、関係ないけど秋元真夏さんのライブ配信もある。結構あれなんですかね、まあアイドル関連が多いんですかね。あ、声優もいますね、徳井青空さんね。なるほどなるほど。まあそうっすよね、料理だから基本的にね、アイドルとか声優さんのやつですよね。ああ、なるほど、やっぱりそのパソコンじゃ見れなくて、そうですね、パソコンじゃ見れなくて、あ、スマホで見るわけか。これをインストールしなきゃいけないんだな。はい、そんな感じですね。料理なんか私しませんけどね。どうなんだろう、ちょっとで見てみようかなっていう気はしますね。菅原莉子さん出るんだったら、さっきの会話で玲奈が大人びててって言ってましたけどね、ショートにしてから菅原莉子さんも大人びましたよね。みんなやっぱり随分苦労もしましたからね。ここに村雲風花さんが本当はね、一緒に混ざってほしいような気もしてますけど、4人いるとバランスがいいでしょうから、さらにね。でも、とりあえずこういう明るい話題がたくさんあってよかったなと思ってます。 NGT の方はなんか荻野由香さんがまたいろいろとネットニュースとかでね、例の写真がね、騒がれて大変ですけども、あれ結局何なんだろうな。どっちかっていうと西尾が悪いっすよね。ホリプロのコンプライアンスもまたいろいろと騒がれちゃうだろうけども、ちょっと複雑ですけどもね。
あ、テレ朝夏祭りのね、チケットというか整理券とかも先ほど昨日ね買ってきたんで、一応ね8月10日にそれで行こうと思ってます。でもちょっとあさってがね休みなんでね、長谷川れなさん出ないけれども、まあ様子見に行ってみようかなと。テレ朝夏祭り六本木までね、何かめぼしいものがあったらそこでちょっと写真とか撮ってきて動画にもあげようかなって思ってますんでね。はい、なかなか都内とか近郊にないと見れないこともあるかもしれないんで、そこは私が見てきますのでお任せください。はい、それでは失礼いたします。グランパンパースでした。